方同士が東西に分かれて争うなんて、これは教育に必要かしら。一番悪い子は三成と家康みたいだね。二人まとめてお説教だよ。三成殿と家康殿に事情を聞きたいんだけれど、どちらも本人にこもっているのよ。まるでダダをこねる子供のよう。友達を倒したら出てきてくれるかしら。本陣の守備は俺に任せてもらおう。本陣方、気をつけて進まれよ。ヨモもやられちゃダメだよ。最後はみんな仲良く元気よくだからね。猛絶を準備せよ。敵軍のボングどもを一気に片付けてやれ。そう来ると思ってましたよ。こっちも大筒で反撃といきましょう。もう危ないものを使っちゃダメだよ。一刻も早くやめさせないと。よくできたわね。私も誇らしいわ。やっぱり資源たちも戦っているみたい。母の思い分からせてあげないと。こら正則、何やってんの。なあ、女だろうがてっぺん譲らねえし、正々堂々ガチの大満勝負だぜ。正則、どうしたの。喧嘩っ早いけどいい子でしょ。ごめんなさい、すいませんっす。なんだか俺、わけわかんねえ感じで。サコ、しっかりしてよ。あなたが三成を止めなきゃダメでしょ。いや、まったく、なんで俺はおねねさんと。少し、頭を冷やしておきますよ。この調子でもう一つの大筒も止めないと大変なことになる前に。参ります。母上、これはあいつのせいです。あいつが俺を。あれ、あいつってどれだっけ。ちょっと頭を打って忘れちゃったみたいで。ひんまさん、どうしちゃったの。私に手をあげるなんて悲しいよ。俺が、おねねさん。嘘だ、悪夢だ、あんまりだ。参ります。さあ、滝に出してやろう。三成、まだ手こずっているのか。早く奴らの息の根を止めてやれ。誰が敵でも構わない。この総士官が全て潰してやろう。消費は確かに冷酷だが、仮にも仲間に対してあんな物言いをするか。シゲ、冷酷な母でごめんなさいね。今はどんな気分かしら。母上、どうかお許しを。お叱りは後で受けますゆえ。失礼。素直に止めてくれる分、まだ可愛げがあるわね。これで少しは静かになるかしら。ほら、ソーヒー、三成と一緒にいたずらしちゃダメでしょ。うるさい女だ。今すぐ我が前にひれ伏させてやる。よく頑張ったね。あとでいい子いい子してあげる。死の相手はあの将か。息の根止めてくれるわ。やけに騒がしいのが近づいてきているが、まさかとは思うが、孫悟の連中もいるのか。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。そろそろ我らも前に出るぞ。敵軍に属する者は誰一人として生かすな。
容赦は無用。敵は全て切れ。ここを奴らの墓場とするのだ。準備にしては妙に攻撃的だ。さあ、裏に何かありそうだな。俺を忘れたか、カンネ。この暴れっぷり、手がつけられぬ。妨害殿もしっかりしてくだされ。やはり何かがおかしい。しっかりしろ、カンネ。いくらお前でも敵味方の区別はつくだろう。本体を出さぬわけにはいかぬか。敵を総統し我らの余力を見せつけよ。おお、郊外殿、正気を取り戻されたようですな。わしは何を。家康殿と共に戦場に来たのか。よくできたわね。私も誇らしいわ。あれこそ真の三国武装だ。この竜玄徳の邪魔はさせぬ。陣の世のため全ての敵を撃ち滅ぼす。言ってることがむちゃくちゃだよ。早く正気に戻さなきゃ。よく頑張ったね。後でニコニコしてあげる。撃って出るしかあるまい。全軍で敵を根絶やしにしろ。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。参ります。この戦場に待って入るとは、なんと強引で傲慢な女子か。家康、引きずってならないよ。ネネにこれお仕置きだよ。しまいました。この霧が出た直後、皆おかしくなって私自身も途中からは覚えておらず、ひどく興奮してしまいまして。困ったわ。皆正気じゃないみたい。何かに操られているのかしら。まだ確かなことは言えないね。残ってるもう一人にも聞いてみないと。さあ、旅に出してやろう。よくできたわね。私も誇らしいわ。そんな格好でうろうろするな、バカ。死にたいのか。ほら、リンズナリー、口も態度も悪い子は敵官だよ。トン、申し訳ありませんでした。ですが、暴力的解決は避けていただきたかった。あら、素直なのか口が悪いのかわからないわね。可愛げがないね。つまり、どうしてこんなことになったの。我らはただ龍馬を倒すために出陣しただけです。龍馬たちはどこです。この霧が出るの同時に姿を消したのですか。ネネ殿たちが集めた情報を整理すると、少し前までこの戦場には龍馬がいたようだけれど、この霧が出た直後に姿を消した。そして皆がおかしくなったのよ。それから仲間同士の喧嘩が始まった。
きっと一番悪い子は別にいるよ。いやああ我が策を見破ったか。ならば大きな我が愛自ら相手をしてやる。黒幕が出てきたか。奴を討ち取りこの騒ぎを終わらせるぞ。どうやら我らは惑わされていたようだ。やはりあの霧が原因であったか。霧が晴れた途端全てを思い出したぜ。他人にいいように働かされるなんて。清盛、よくも惑わせてくれたものだ。この礼はたっぷりとさせてもらう。うるせえぞ。俺はおっさんに刃を。落としまで切りつけてもらうぜ。同士打ちは妖魔の仕業だった。真相はあっけないものだったわね。仲たがいでなくて一安心だ。これでまた一丸となって。